それは。おい、リファ。あ、キリト君。なんだ、元気ないな。何してるんだ。え、別に普通だよ。今ね、フィリアさんを待っているところなんだ。お、ということは今日も特訓か。フィリアもちょうど来たぞ。ヤッホー、お待たせ。よ、フィリア。リーファと一緒だったんだね。そっちにもメッセージを送ろうとしていたところなんだ。やっぱり今日もリーファの特訓か。うん、特訓の内容はまだ内緒。現地に着いてから話すよ。今度はどんな突拍子もないことを考えたんだ。なんか言い方にトゲがない。今回もちゃんと深く考えられた特訓だよ。前は釣りだったからな。今回は楽器を演奏してリズム感を高め、戦いのリズムを習得するとかか。私、今日の特訓のこと話したっけ。え、当たりなのか。あ、二人とも。ん、どうしたの、リファ。実は、二人に謝らなくちゃいけないことがあって。私、うっかり足を怪我しちゃって、剣道の試合に出られなくなっちゃったんです。え？怪我したって、家ではそんな風に見えなかったけど。ああ、大した怪我じゃないから、軽くひねっちゃっただけ。ただ、顧問の先生からは大事をとって欠場した方がいいって言われちゃって、絶対に勝ってやるぞーって思っていたんだけど、まったくバカだな私。どうして怪我しちゃったの。あ、ちょっと転んじゃって。そういうわけで、試合はしばらくお預けになっちゃったんです。だから今日は特訓もいいですけど、普通に狩りとかしてみませんか。うん、それはいいけど大丈夫なの。ゲームの中なら怪我は影響しないですから。あ、そうだ、フィリアさんの勧めていたクエストをやりましょうよ、ね。そうだな。よし、じゃあ今日は予定を変更してフィリアのクエスト攻略を進めようぜ。絵画を盗んだのって悪名高い盗賊団みたいだね。最初に NPC がモンスターに襲われていたのもきっと盗賊の仕業だな。モンスターを操って強奪するって情報が出てきたし、間違いないよ。フィリアさん、この調子でクエストクリア目指して頑張りましょうね。うん。じゃあ私はショップに行ってアイテム整理するから、ここで。なあ、またな。また一緒に遊びましょうね。
フィリア。リーファが転んで怪我したっていうの、あれ嘘だよね。だろうな。おそらく剣道の練習をしていて怪我をしたんだ。だよね。私のせいの気がする。どうしてそう思うんだ？リーファに頑張ってほしくて特訓や応援を押し付けちゃったでしょ。リーファって真面目な子だから、それに応えようとして無理しちゃったんだと思う。私がプレッシャーをかけちゃったんだ。多分フィリアの言う通りだろうな。けど俺はそのことが悪いとは思わない。フィリアの応援はリーファにとってプレッシャーになったかもしれない。けどその応援でリーファが頑張ろうとしたことも事実だ。応援されることはその人にとって前に進む力になる。前に進む力。フィリアも自分で言っていたじゃないか。励まされたから今があるんだって。俺だってフィリアやみんなに励まされたから SAO で戦い抜くことができたんだ。今のリーファにこそフィリアの応援は必要だと思うぜ。だからさ、リーファの背中を押してやってくれないか。私の応援でリーファは元気になってくれるかな。もちろん。私も励まされちゃったね。こういう時は支え合うのが一番だ。よし、リーファのこと精一杯応援する。ああ、よろしく頼むよ。みんなやることは一緒なのね。枕投げは基本ですよ。普段にはないシチュエーションだからきっとテンションが上がっちゃうんだよね。独特の雰囲気というか、とにかく楽しいよね。いや、何の話をしているんだ？あ、キリト。今ね、修学旅行の話をしていたんだ。修学旅行？どこに行ったとか、どんな名所を見たとか。でも、枕がどうのこうのって言ってなかったか？枕投げだよ。クラスメートと寝泊まりするって言ったら恒例行事でしょ。ああ、そういうことか。絶対誰かが始めるよな。そういうのみんなで集まってやってみたいね。枕投げをか。ううん、お泊まり会みたいなこと。楽しそうだけど、みんなと都合を合わせるのはなかなか大変なのよね。だったらここでやればいいじゃないか。ここで？リアルで寝る準備だけはしておいてさ、あとはゲーム内の宿屋でもいいから集まる場所を用意する。
眠ったらログアウトする設定にしておけば、みんなで泊まっている気分は味わえると思うよ。わー、なんか楽しそう。そうね、試してみましょうか。私も参加しようかな。朝起きたらアミューソフィアをつけていた跡が顔に残っていそうだけどね。ありえる。それで外に出るのは恥ずかしいね。でもやっぱみんなと寝るまで話をしたりしてみたいかな。やってみようよ。一度ログアウトして寝る準備をしたら集合ってことで。お、本当にやるのか。ここでもやれるって聞いたら試してみたくなっちゃうでしょ。じゃあ宿部屋の予約はお願いしちゃっていい？ん？俺？そうだけど。俺もお泊まり会に参加なんです。むしろなんでいないことになってるのよ。一緒にお泊まり会しよう。楽しそうじゃない。それじゃあみんな、また後で集合ってことで。まあ、言い出したのは俺だし、分かったよ。私だよ。どうぞ。お待たせ。もうみんな揃ってたんだ。いらっしゃい。さあ、入った入った。さすがに全員分の布団があるような宿屋はないから、ソファーやベッドに腰掛けて話をする感じになっちゃうね。平気でしょ。眠くなったら横になって寝ちゃえばいいし。なんかワクワクするね。まさに修学旅行や合宿と同じ気分です。それじゃあ眠くなるまでみんなで話でもしようか。実は私、夜更かしのお供を持ってきたんだ。おお、準備がいいな。じゃーん、ミックスナッツ。みんなで話をしながらポリポリ食べるのに最適かなって。ありがとう、いただいちゃうね。さあ、みんな適当に座りましょうか。よし、このソファーは私たちがいただいた。じゃあこのソファーは私とフィリアとリズのものね。なら私たちはベッドに腰掛けよっか。なあ、そうしよう。わあ、このベッド大きいね。みんな集まるってことで少し広めの部屋を取ったからな。へえ、よし、ゴロゴロしちゃおう。まったく、子供みたいだな。皆さん、今日はいろんなお話をしましょうね。私、みんなと話したいことがいっぱいあるんです。ちゃん消えちゃったよ。まさかもう寝たの。はや、今普通に喋ってたじゃん。なあ、そうか、あいつ横になると数秒で眠りにつく特技を持っているんだよ。それ特技なのかな。まあ寝ちゃったものは仕方ないし、私たちだけでお泊まり会を始めましょう。それじゃあ何の話をしようか。そこ迷うのよね。修学旅行って言えば、そうね、恋愛の話とかは修学旅行だとありそうかも。来たわね、定番中の定番。まさにガールズトークだね。
ガールズトークって俺がいるんだけどな。細かいことは気にしない気にしない。それじゃあ聞かせてよ、アスナの恋愛の話。え？私の？こういうのは言い出しっぺが話すものなのよ。何か話せることってあるかな。ここで俺に振るのか。だって恋愛の話って言われたら。何かあるかな。いつも当たり前のように一緒にいるしね。だよな、取り立てて特別なことは。むしろいつも一緒だからアスナが飽きないかなって心配なぐらいだよ。気の利いたデート先とか俺あんま知らないし。そんな場所なんて関係ないよ。私は君と一緒ならどこだって幸せだよ。アスナ、キリト君。はーい、やめやめ。恋愛の話はここで終了にしよう。うん。なんだよ急に。見ているこっちが恥ずかしくなるんだもの。これ以上耐えられないわ。ごちそうさまでした。もう満腹です。勝手だな。もう話題を変えましょう。フィリア、なんかある？話題だよね。じゃあお宝の話なんてどう？お宝の話？みんなにとってお宝は何かって話。私はいろいろあるんだけど、例えばストレージの奥に残してあるベルト装備。これはプレイヤーから購入したんだけど、通常の相場の8倍も高かったんだ。8倍も？なんでそんなものを買ったの？平均相場が3500コロなのに2800コロなんてお買い得だと思ったら、実は2万8000コロで。たまにいるな、そういうずる賢い売り方をするプレイヤーって。というかあれに引っかかる人いたんだ。引っかかりました。まあそんなことがあって、二度と同じ過ちをしないように今もそのベルト装備を大事に持っているの。けど面白い話だな。そういうエピソード付きのお宝といったら何かあるかな。そうだな。ああ、SAO の時の話になるけど、ラグーラビットの肉は最高だったな。私と一緒に食べたよね。初めてアスナの家に招待されて、あの時はちょっと緊張したよ。私だって本当は誘うのすっごく緊張したんだよ。 S 級食材だけに味は最高だったけど、君と一緒に食べたことが何よりのスパイスだったと思うな。アスナ。
ト君。はーい、やめやめ。お宝は人それぞれということでいいよ、もう。うん。なんだよ、また唐突に。じゃあ、そろそろ私が話題を提供しましょうか。お、秘蔵の話がありって感じ。まあこれも修学旅行なんかでは定番中の定番ね。何の話？今日ゲームに現れる少女の亡霊。え、怖い話ってやつ？うわー、怖いけど聞きたい。なんか楽しそうだな。他の話の方が良くないかな。他の話って？例えになってないじゃない。いいから黙って聞きなさいって。これは鍛冶屋の常連さんから聞いた話なんだけどね。言ってないでしょうが。だってむしろこのくらい怖がってくれる人がいた方が話しがいがあるわね。そんな。じゃあ問答無用で始めるわよ。とあるフルダイブゲームに仲のいい3人の女の子のプレイヤーがいたんだって。レベルを上げるのもクエストを進めるのも必ず3人揃ってやるくらい仲が良かったらしいの。でもある日、待ち合わせの時間になっても一人だけがいつまで待っても来なかったんだって。風邪ひいたんだよきっと。アスナ、し、実はね、いつまでもやってこない女の子は不慮の事故で亡くなってしまっていたの。そんなことを知らず、二人は何日もやってこない女の子を待ち続けた。そしてある日、とうとう待ちきれなくなって二人だけでゲームを遊び始めてしまったの。その日の遊びを終えて宿屋に戻ってきた二人。なぜか宿代が三人分取られていた。そのことに気づいた瞬間、二人の背後からかすれた声でこう聞こえたらしいの。私も一緒にま…とまあ、これが常連さんから聞いた話よ。嘘か本当か知らないけど。嘘に決まってるじゃない。
お化けなんてないから、お化けなんて嘘だから。アスナ、落ち着けって。フィリア、どうした？後ろ。幽霊が出るなんて、そんなことあるのか！？ごめんなさい、ごめんなさい、何も身に覚えないけど、ごめんなさい。はぁ、すみません、うっかり寝ちゃいました。大丈夫です、そのままお眠りください。って、え？あれ？リーファ？ついつい寝ちゃったみたいで、気がついたら自動ログアウトしてました。ベッドに寝転がったのは覚えているんですけど。あんたね、えへへじゃないわよ。本当にびっくりしたんだよ。なんでこんなに怒られているんだろう。ログインし直すタイミングが悪すぎたな。結局みんな先に寝落ちしちゃったな。リーファのやつも戻ってきて数分もしないうちにまた寝ちゃったし。怖くて眠れないんだな。起きてる？